はい、おめでさん。こんにちは。今日は祝日なんですね。はい、7月の23日。はい、オリンピックだそうで。はい、おめでとうございます。ね。まあ、関係ないんですけどね。うちのトークライブの方はいつもの通りですね、5時半から進めていきたいと思います。今日はですね、この間エクササイズライブの方でもちょっとお話をしたんですけども、体幹のね、使い方というかですね、理解について、動ける、で、こう、ブレない、それから、動ける、ね。まあ、そういった、こう、ブレないのと動けるっていうのを、こう、両立した、体幹の使い方っていうのは、その体の、ね、その、ナチュラルな、しなやかな体作り、まあ、ボディラインですよね。まあ、そんなにも影響していきますので、まあ、そのような、ね、今日の、体幹の使い方としてお伝えしていきたいと思います。はい、行きましょう。というわけで、今日はね、こちらのね、骨格ちゃんとね、はい、一緒にやっていきたいと思います。はい、こんにちは。結構怖いですね、これね。はい、これ別に血のりがついてるわけじゃないですからね。はい、これ筋肉のね、起止部、停止部が分かるようにね、起止部というのは、こう、まあ、始まるところと、まあ、終わるところ。まあ、どっちが始まる、どっちが終わるかっていうと、体の中心に近いところが始まる。それでも決まりがあるんですけどね。はい。こういうのを眺めて、で、日々過ごしてるって方ね、まあ、あんまりいないかもしれませんけどね。結構ここに来るとね、この骨格模型と一緒に踊っちゃう方とかもいらっしゃいますからね。はい。慣れてくると好きになるかと思います。体をこう考えていくときに、まあ、いろんなレベルで考えるんですね。まあ、骨格のレベルで考えるのが一番はっきりわかりやすいんですよ。体の筋肉ってのは結構クロスしてますね。筋肉のレベルで考えるね。そういうふうにこういろんなレベルで考えていきます。で、筋肉の方も、なんかこうアウター、外側の筋肉と内側の筋肉っていうのがあって、まあ、それによってもやっぱりちょっとこう理解が変わってくるんですよね。やっぱりこうまず表面から体を見たときに、まあ、こうはなってないじゃないですか。ね。こうはなってないですよね、体っていうのはね。こう、だいたいこう、筋肉に覆われてますので、まあ、洋服なんか着てますんでね。はい、そうすると、体っていうのはこう四角い感じになっていて、そこから腕が生えてるとか、まあ、そういったイメージをね、多分皆さんお持ちだと思うんですね。で、まあ、何度もこのでお話ししてますけども、じゃあ腕がどこから生えてるのって言った時に、やっぱり感覚的にはこの、ね、肩から先、ね、そういうふうな感覚でね、こっから先が腕っていうイメージを持ってる方多いと思います。まあこれはね、まあ私の話をね、こう、どっかで聞いたことある方は、こっから腕じゃないよっていう方はご存知かなというふうに思います。で、まあまずそういった知識ですよね、まずね。はい。知識の部分と、あとそれ使えないとやっぱダメなんですよね。その辺がちゃんとこう、理解してこう練習していくときに、やっぱこう、曖昧な理解だと、どうしてもやっぱり、曖昧な動きになってきて、この体幹の部分はね、ちょっと難しいんですよ、やっぱり。それをちょっとね、まあ明確にというかね、やっていきたいかなというふうに思います。はい。で、前回のエクササイズライブをね、ちょっとやりました。その時に動ける体幹を手に入れるタイトルのやつを、ね、見ていただくと、まあ実際の動きはわかると思うんですけども、体幹の、まあこの周辺ですよね、この胴体周辺の部分。で、この辺の、ね、動き方をちょっとこう理解していただくと、すごいね、体がこう楽に使えるようになったりとか、あとは体型にもね、やっぱ影響してくるっていうのがわかるっていうところをちょっと今日ご説明していきたいというふうに思います。こうやって見て、どうですかね、これが。あ、これ肩甲骨ですね。肩甲骨。はい。で、この後ろにあるのが、これ当然肋骨ですね。肋骨っていうと、ほら、前を普通ね、イメージします。これ肋骨ですよね。これわかりやすいですね。で、肋骨っていうのは背中から生えてるんですね。生えてるっていうかね、この背骨にくっついてますよね。背骨にくっついていて、で、この胸骨で止まってるんですね。で、これがだから肋骨。背中にも肋骨あるっていうことなんですね。まあまあ、ちょっとイメージがもしかしたらしづらいかもしれません。はい。あとこの骨盤っていうのがありますね。で、ここにね、まあ、仙骨。仙骨ね。はい、仙骨。はい。で、ここが、この骨盤で、ね、寛骨、骨盤と、この仙骨の仙腸関節っていうふうに言います。
はい。これあんまり動かないんですけど、関節なんですよ、一応ね。はい。で、こういうふうにこう、パーツをこう、骨で分けていくと、骨って明確じゃないですか。ね。で、この肩甲骨ってちょっとこの彼はね、こう、ビスドミされちゃってるんですけど、肩甲骨っていうのはこの肋骨の後ろ側にね、浮かんでる感じですね。ついてますよね。はい。で、この肩甲骨は肋骨の後ろ側で、こう、自由にこう、動くことができるわけなんですね。で、これはちょっとこうね、はい、理解していただく。まあ、これがちょっと大事なポイントになっていきます。はい。で、この中で、じゃあ体幹はどこなんだっていうのがまずなんですよね。で、体幹って言ったときに、その、いわゆるこう見た目の、ね、ボディのこう、いわゆるこう胴体と言われている部分ですね。まあ、胴体というと、ちょうどこの、ね、この部分が全部入ってくる、イメージされちゃうのかなと、この部分がね。これが胴体ってイメージかなと思います。まあ、彼は骨格くんなんで、ここ隙間空いてますよね。これすごい、だからこのイメージがすごい大事なんですけど、普通ここにお腹がありますので、ね。あんまりこう、まあ、くびれてる人を見ると、くびれてるって思うかもしれませんけど、くびれてない方の場合は、こう、ずんと胴体って感じになるじゃないですか。で、そこがすごいやっぱ大事なんですね。で、体幹っていうのはどこかというと、胴体とは違うんですよ。まあ、胴体をどこというかにもよるんですけども、胴体って言葉が良くないですよね。この寸胴みたいなイメージがありますけども、体幹っていうのは、この背骨。結局この背骨のことです、体幹っていうのは。と思っていただける。私が思う体幹ですよ。ね、私のイメージする体幹っていうのは背骨だけなんです。背骨だけ。だから、ここ。ね。ここで体幹はここで終わり。で、これは体幹じゃないんですよ。骨盤は足です。で、骨盤は分離的には足。で、ここは体幹、足。体幹は細いですよね、すごいね。体幹ってね、細いんですよ。ただ、肋骨っていうのは背骨の付属品なんで、やっぱり肋骨は体幹なんですよね。肋骨は体幹です。肋骨は体幹。で、こう見ると体幹はね、結構でかいです。だけど、肩甲骨はね、体幹じゃないんですよ。肩甲骨は腕なんですね。なので、これはね、自由に動かないといけない。体幹はここ。で、ここは肩甲骨は腕。で、これを体幹に含めないっていうのがまず一つの大きなポイントになっていきます。はい。体幹の使い方っていうのがね、こう言うんですけども、そのいわゆる体幹の部分、ね、まあ、どこを体幹に呼ぶかなんですけども、例えば体幹トレーニングとかって言って、こう、まあ、プランクってこうね、ぐっとこう体を横ば、腹ばいになってこうやって固めるようなトレーニングをすると、当然何が動くかと、この肩甲骨が固定されるわけですね。あれはだから胴体全体を固めるトレーニングになってくるんですよ。で、この胴体全体を固めてしまうと、当然動けなくなりますよね。動きづらくなります。動かないっていう動作ですよね。で、これをやっぱりこう体幹としてイメージしちゃうと、やっぱりね、こう固まっていっちゃうんですよ。そうすると、まあ、体的には、例えばお腹、腹筋にも力が入りますよね。腹筋に力が入ると何が起こるかっていうと、腹筋っていうのは、この恥骨、ね、こういうとことか、あと骨盤とかにも、腹斜筋は骨盤のこの縁についてますね。で、大腿直筋は、腹直筋はこの恥骨についてますんで、要するにこの肋骨と骨盤を固めちゃうんですよ。文字通りここ胴体って固まっちゃうんですよね。そうすると骨盤が動かなくなる。まあ、ここを固定するような体になっていきます。で、これを固定する体を作っていくとどうなるかっていうと、中が動かなくなる。まあ、いつも言ってるこの大腰筋ですよね。大腰筋ちなみにね、これです。こう赤いの見えますかね。はい。この肋骨のな、背骨のね、この内側とか、この背骨のね、この突起のとこに、こう赤くついてる。これ大腰筋の付け根なんですけど、このね、こんな上の方から大腰筋っていうのは体の中を通ってあるんですけど、これが動かなくなっちゃうんです。内側の、お腹の中にある筋肉ですよね。はい。で、これ固めるから当然中動きようがないですよね。中いらなくなっちゃうんですよ。この外側で動いちゃうと中動かなくなっちゃう。これ大きな問題があるので、固めるトレーニングを体幹としてイメージしてしまって、例えばその固まった体で走るとか、固まった体で動くとかっていうのが身についちゃうと、もう中はね、全く動かなくなっちゃうんですね。そうすると、いわゆるくびれっていうのがなくなっちゃうんですよね。だって、ね、腹筋ってね、ちょっとこれ筋肉ついてないですけど、まあ、腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋っていうのがこうやって固まっててあって、ここは全部こう寸胴になるわけじゃないですか。
ね。で、これ力入れることによって、中動かなくなるんで、中に脂肪がつくとかってメカニズムおそらくあるんですけども、固めていくトレーニングって、そういうふうにこう体を四角していく感じになっていきます。安定っていう言葉があって、まあ、安定っていう言葉と固定っていうのがあるんですよね。その安定と固定っていうのがちょっとやっぱ大きなポイントになってて、じゃあ安定っていうのはね、何を言うのかっていうと、この頭が動かないこと。これを安定っていうんですよね。全部のバランスが取れている。さっき重力ね、地磁気の方向と、こう重力の方向が例えばあったとして、まあ、やっぱり人間ってこう鉛直方向にどうしても力が加わってますよね。だから斜めになった瞬間に頭が傾いた瞬間にそっちに引っ張られますから、バランスが悪くなっていきます。で、その動作の中で、まあ、基本的に全体のトータルのね、このこう重心位置ですよね。例えば体を曲げたとしても、全体的な、まあ、重量バランスが傾かなければ、ね。そうすると、それは安定して動けるんですけども、その安定と、体を固める固定っていうのはちょっと違うって話ですよね。で、この、まあ、概念の理解が、まあ、一番大事なんですけども、まあ、そのために、例えば、やっぱり、手っ取り早く安定するために固定するのが一番手っ取り早いじゃないですか。力入れる。これ誰でも分かりやすいんですよね。で、どうしてもこういうふうにこう体を固めて、で、横にして固めて、ね、体が四角ければいいんじゃないか、強ければいいんじゃないかっていうイメージがあるんですけども、そうすると動きをやっぱどうしても失っちゃうんですよ。そうすると自由に動くっていうことと相反しますよね。固める安定と動きの安定ってやっぱり別なので、いわゆるこう鉄筋コンクリートって話いつもしますけども、鉄筋コンクリートで固めるようなもんなんですよ。それもある種の安定なんですけれども、こう動けなくなりますよね。で、まあ、建物だったらね、地震に耐えられるぐらい安定してればいいんですけども、人間の場合は足の裏っていうのがどうか、体全体表面積 2% って言われてますので、この 2% のやっぱりその足の裏に関して、やっぱりこう、体を固めるって限界があるわけですよ。しかも動かなきゃいけないっていう大使命があって、人間の体っていうのはボディメイクもそうですけども、こう動くことによって初めて体が形作られていくわけですよね。動かなかったら寝たきりってです。いわゆる寝たきりになると結局筋肉が細くなっちゃうし、ボディメイクも何もないじゃないですか。筋肉は適切に使われるからこそ筋肉の形がしっかりしてきて、その形がボディラインになっていくわけですよね。まあ、筋肉をどういうふうにつけるか、どういうふうにこう動かすかによって体の形は変わっていきます。で、何を美しいとするかは人それぞれね。これね、正しいって話をしましたけどね、正しさとか美しさっていうのは、まあ、それぞれなんですよ。人それぞれ。すっごい細いのが美しいと思ってる人もいれば、ね、がっしりしてるのがかっこいいと思ってる人もいて、それはいいと思うんですけども、やっぱりその共通の美しさっていうのが多分ナチュラル、自然なんですよね。本来のとかナチュラルなったこと、僕言葉使うのは、例えば動物ですよね。動物的な動きっていうのが本来の動きだと思いますね。その本来の動きっていうのはやっぱある種の美しさがあって、それはやっぱ万人共通性な美しさ。もちろん、ね、それをいや、そうじゃないっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあそういうのあると思うんですよね。やっぱりその万人共通の美しさってのは本来のそのやるこうナチュラルな自然のこう法則に従ったものはやっぱ美しいと思うし、まあそういう体を目指そうっていうのが、まあ私の言ってるね、こう体軸でやってるメソッドになります。だからすごい筋肉をたくさんつけてたくましい体、ね、よりたくましい体っていうのはボディービルの方が作れると思いますし、より細い体っていうのもやっぱりそういったね、ダイエットの方法ってのはあるかなと思います。まあそれはプラスアルファでやっていただければいいと思うんですけども、まあ健康であり、なおかつまあね、まあ、こう、機能的な体。まあ、それにこう、裏打ちされた体ですよね。はい。それっていうのは、このウエストっていうのはあんまりね、こう、出っ張ってない方がやっぱり美しいわけですよ。ウエストはくびれる場所になるんですよね。まあ、そういった体を作るための、いわゆるこう、体幹の使い方だと思っていただければいいと思います。まずは、肩甲骨を体幹に含めない。これがまず一番のポイントになります。ね、腕を振るときに、体を固めて、肩から先だけで振る。ね。こうすると、こう、動くのは三角筋だけになりますね。で、三角筋だけ動くんですけど、この腕を振れば振るほど体が固まってくるんですね。体が固まってくるんで、そうするとこう動かない場所がすごい増えるんですよ。で、動かない場所がすごい増えてきますので、結局ね、運動にならないんですよね。こう体が動いてない状態になります。動かなくても筋肉は使うんですけど、固まった筋肉を作っていっちゃうんですよね。それって代謝が悪い筋肉になりますので、あんまり健康にも良くないってことになっていきます。で、そこでまずこの肩甲骨は体幹から外しましょうっていうね、そういう話をしました。で、この肩甲骨と骨盤、ね、
この二つが連動するって話をしましたよね。で、骨盤と肩甲骨は基本的には逆に動きます。骨盤が前に出れば肩甲骨は後ろに下がる。骨盤が上がれば肩甲骨は下がる。ね、上がって下がって前に行って後ろに行くって、こういう逆方向で動くんですね。で、この時に、この体幹の扱いなんですよね。で、この仙骨見てもらうと分かる通りに、この仙骨って、やっぱりあんまり動かないんですよ。あんまりっていうかね、大人はほとんど動かないそうです。はい。やっぱね、高齢者になるほど動かなくなってくそうですよ。はい。これね、よく分かんないですけどね。はい。まあ、そもそも大して動かないです。なので、こう、体幹っていうのは骨盤の動きに引っ張られるんですよ。どうしても。骨盤が傾けば必ず体幹は傾きます。で、体幹の動きっていうのは、この傾きを補正する分、やっぱり少し、ね、湾曲していく必要があるんですよね。だからそれが、この間やった体幹のね、曲げなんですけども。で、この骨盤に引っ張られた体幹に対して、肩甲骨は別なんですよ。肩甲骨は自由自在に動いていきます。なので、この肩甲骨が自由自在に動くことがまずポイント。だから、まあ、体幹の使い方っていう話をしたんですけども、いわゆるこう胴体の中でこの肩甲骨を体幹から外して、で骨盤は体幹に引っ張られるっていうことは、骨盤は体幹と同調するんですね。わかります？ね。骨盤は体幹と同調するので、こういう動きをしちゃうんですよ。はい。これ彼は肩甲骨動いてるから体ごと回ってる感じに見えると思いますけども、まあ、体ごと回っちゃうんですよ。体幹って。で、これでね、これは最近僕も気づいたんですけど、これで多分正解なんだと思います。で、これが俗に言う難波なんじゃないかなって僕は思ってるんですね。だから体幹ってのは難波の動きをします。要するに難波っていうのは、右が出たら右が出る。同速が出ちゃう動き。同速動作ですよね。はい。普通ほら逆ひねりって言ったじゃないですか。バランスっていうのは同じ方だったら回っちゃうんですね。だけど体幹レベルとか肋骨っていうのは骨盤と一緒に同調しちゃうんで、やっぱり右の骨盤が出れば右の肋骨も出ちゃうんですよ。だからここがまず一つです。で、この同調した体幹に対して肩甲骨が反逆するんですね。反逆じゃないけどね。肩甲骨が逆転していきます。で、この肩甲骨が逆転していくのがすごい大事な動きになってくるんですよね。だから肋骨と肩甲骨が逆ひねりができなきゃいけない。これが動画等で説明した、こういうね、肋骨が右に向いて肩甲骨は左に向く。こういう動きですよね。はい。で、これがまず一つ。で、そうすると、いわゆるこうバランス動作の中で、体幹がね、こう引っ張られない。肩甲骨をしっかり動かしても、体幹があんまり引っ張られなくなります。何が言いたいかわかるんですかね、これね。骨盤と上半身。で、初め僕もこういうイメージだったんですよ。上半身と、いわゆる胸郭と骨盤っていうところで逆ひねりをしちゃうと、こう肋骨あんまり動かしちゃうと首が動いちゃうんですよね。そうすると、頭がやっぱりね、どうしても動いちゃうんですよ。こうやって傾けると、こうやって傾けると、やっぱ頭が動いちゃうんですよね。だからそれは、肩甲骨で動くと、頭が引っ張られなくて済むんですよ。だから上半身の、いわゆるこう肩甲骨の動きの中で、こう、体幹を、この肋骨をあんまりさせちゃいけないってことが、まず一つなんですね。なんでやっぱり一生懸命最近言ってるのはこの肩甲骨と胸郭の分離です。体幹と、一番動くのは体幹とこの、いわゆるこう、肩甲骨ですよね。これが一番、決定的に動かなきゃいけない、こう、反対にしなきゃいけない場所になるんですよね。で、骨盤と体幹はちょっと近い動きをする。ね。だから骨盤、体幹、それからこの肩甲骨っていうのが、この3箇所なんですけども、どっちかというとここの動きの方が大きい。ですよ。これがだから一番難しいところかなと思います。骨盤と肩甲骨の逆に肩甲骨を腕振りましょうっていうと、やっぱ腰をねじっちゃう人が結構多いんですよね。だから肋骨もだからこっちと一緒に固まっちゃってるもんで、こう、上半身と下半身でねじっちゃうと、今度腰が逆ひねりを起こします。これ背骨ってやっぱあんまりひねっちゃいけないですよ。ひねっちゃいけないのと、やっぱあんまりひねれないんで、そうするとどうしても動きが硬くなっちゃうんですよ。
で、この背骨無理やり動かすとどうしても頭に響いちゃうってところがあるんで、やっぱりそこをね、大事に使うことが、必要かなというふうに思います。で、これがまずしなやかに動くための一つの条件です。で、もう一つの体幹の使い方が、じゃあこれ固まってていいのかっていうと、そうでもないってことなんですよね。基本的には骨盤と肋骨は同調します。ね。同調するんですけど、やっぱりね、少し動くんですよ。背骨が。ね。背骨多少曲がりますし、ねじれるんですね。で、横方向って結構ね、曲がるんですよ、背骨。横方向と前は結構曲がる。後ろはそんなに曲がらないですよね。それから、ねじれもあんまできない。苦手なんですよね。だけど、やっぱね、ちょっとねじれる。そして、ちょっと曲がるんですよね。で、このねじれと曲げってのも実は大事な要素で、じゃあ、肋骨固めてていいかって言ったら、肋骨固めてると、やっぱり動きってのはどうしても中途半端になります。で、それが骨盤なんですよ。で、骨盤ってやっぱりその背骨っていうのはどうしてもこの仙骨でつながりが強いもんで、やっぱ骨盤しっかり使おうと思うと絶対影響しちゃうんですよね。で、あともう一つはその、やっぱこうねじれに対して、そのね、骨盤が動いた時に、やっぱねじれがやっぱりある程度こう背骨がねじれてくれないと、やっぱ上体が一生懸命動くわけじゃないですか。ね、そうするとやっぱりこれもやっぱり上半身のこの肩甲骨の動きとやっぱり逆行してる分、やっぱりこう背骨はこうナチュラルにもうねじれていく。ね、これわかるんですかね。例えば消しゴムがこうあったとして、まあ消しゴムじゃないですか、胴体ね。はい。で、消しゴムからまず肩甲骨を外しましょうって話をしました。だけど消しゴム自体もやっぱり多少ねじれてくれると、やっぱりスムーズですよね。だからやっぱり骨盤の力っていうのがダイレクトに、まあ結構ダイレクトに多分体幹に伝わるんですけど、やっぱりこう少しね背骨が柔らかい分、骨盤よりは体幹の肋骨の方がねじれがちょっとある分、こうね、曲がりが少ない。で、そうするとやっぱり上半身も安定してくるじゃない。で、もう一つはこのねじれっていうのがその動きの起点になってくるっていうのがあるんですよね。体幹の動きっていうのは、まあ、肩甲骨の動きを含めないでも2つあるんですよ。で、1つは、この体幹自体を横にこうやって振り向ける動きです。こういう動き。これ体幹の動きじゃなくて、本当は股関節とかの動きなんですけど、こう動きますよね。何が起こるかっていうと、腕振りを始めますよね、こいつが。ほら。ね。ほら、腕振るじゃないですか。はい。これ、重力です。体の重さですよね。体幹を横に向けるときに、必ず腕が動きますよね。で、これがまず動き出しのエネルギーなんですよ。で、もう一つは、このねじれる力ですよね。ねじれる力。はい。ただこれだと振り回すだけになりますけども、これをねじれる。ね。背骨のねじりをこう使ってやると、もうちょっとこう繊細な動きというか、下から上に向かったこうエネルギーっていうのも蓄積できるんですよね。ただまっすぐな棒で横方向の回転だけじゃなくて、骨盤から始まった動きが、ちょっとずつねじれを伴って回転していくことによって、まあ、ここにしっかりパワーが伝わると、上下の連動っていうのができてくるんですね。今ね、こういただきましたけど、これ電電太鼓ですよね。はい。電電太鼓っていうのは、こう重力の重心移動なんですよ。こう体の重さをこうやって移動させることによって、まあエネルギーが発生されますよね。で、そのエネルギーを使って、まあスイングスポーツとかやるんですけども、この、いわゆるね、こう、それだけだと、こう、ただ横方向の電電太鼓の、いわゆる遠心力になっちゃうんですよね。そうじゃなくて、じゃあ下からこうね、ボールを投げるときっていうのは下半身の力をしっかりこう使って、この回転した力を徐々にこう、ねじれながらこう伝えることによって、この下から上に向かったエネルギーもこう、蓄積させることができる。それとはエネルギーの伝達ってのが背骨のねじりになってくるのかなと思うんですよね。で、結局その、まあ、重さとか、あとはその動きですね。遠心力ですよね。はい。で、その起こった遠心力をこうコントロールするためにやっぱり背骨って柔らかくこう、ねじれるってことが結構大事で、まあ、柔らかい、こう、柔軟性を持った、こう、いわゆる肋骨背骨体幹と、あとはこう、自由に動く肩甲骨。で、これを駆使することによって、まず体が動きが良くなるって話ですよね。はい。で、この肩甲骨が自由に動くとどうなるかっていうと、この肩甲骨についてる筋肉っていうのがあるんですね。まずこの肩甲骨の外側にはいっぱいついてますよね。菱形筋だったりとか、まあ、僧帽筋だったりとか、あと広背筋微妙にかすってるんですけど、たくさん筋ついてますね。
で、その外側の筋肉も、あとこの内側の筋肉、前鋸筋とかですね、裏側の筋肉も肩甲骨ついてますよね。肩甲骨は外側にも内側にもみんな筋肉、ここからついてるんですよね。肩の筋肉も腕の筋肉もついてるんですけども、これが動くことによって、全部の筋肉が動くと言っても過言ではない。外側も内側も動きます。で、これが固まることによって、動くのは三角筋だけなんですよね。この肩の筋肉、アウターだけになります。インナーは固まる。ね。で、両脊も固まる。で、こう背中固まっちゃうんで、そうすると動くのはここだけ。腕の筋肉だけになってきます。で、そうすると、やっぱり、ここの辺の代謝が変わりますよね。全部の筋肉動くわけなんで、全部の筋肉が伸び縮みをしながら動いてるんですね。それが肩甲骨を使った走りだったりとか、肩甲骨を使ったね、動作ですよね。いつも肩甲骨が動いてれば、当然しなやかな動きもできる。プラス、全部の筋肉動き続けることになるんですよ。で、当然骨盤も連動して動いてくれれば、骨盤っていうのはさっき言った大腰筋の働きですよね、動きっていうのが。で、腹筋は、じゃあ動かないかっていうと、腹筋も動きますよね。力が抜けてるけど、伸び縮みするじゃないですか。ね。力を抜くってことは動かないってこととはちょっと違うんですよ。力を抜くことによって骨盤が動けば、当然伸び縮みするってことは、こっちの腹斜筋は縮んでこっちは伸びる。ね。腹直筋も伸び縮みをしてくれるんですね。力を抜くと筋肉は動くんですよ。で、そうやって動くことによって、結局中の筋肉は動くし、外の筋肉も動く。ね、体中全部動くっていう感覚になってきます。で、これがだからその、いわゆる、ナチュラルな体、ウエストが引き締まって、まあ、必要なところに筋肉ある程度ついて、ね、骨格のあるところ、だから胸、背中、肩ってしっかりある程度筋肉が発達してきて、まあ、骨盤もそうですけども、で、足っていうのはしっかり重量がしっかり支えられてれば、こうしなやかな筋肉がついてくるっていう形になるんですよね。まあ、いわゆる機能的な体。まあ、スポーツマン。まあ、スポーツマンっていろんなスポーツによって変わってきますけども、まあ、そういった動ける体ですよね。はい。まあ、体幹っていうイメージがどうしても固めるイメージがね、まあそういうトレーニングが流行っちゃったっていうのもあるんで、固めるイメージ持ってる方が非常に多くて、じゃあ固めないのかっていうと、まあ、ふにゃふにゃ動くわけでもないんですね。だからまあ、微妙に動く肋骨本来の体幹と、あと自由に動く肩甲骨。まあ、これなんかも本来で言うと体幹の一部にどうしても捉えられがちな部分なんですけども、そこをしっかり分けて考えて、だこれを分けるトレーニングがね、すごい大事なんですよ。肩甲骨の動画散々出してますけど、それね、これを理解してほしいからなんですよね。で、これが実際その体操で動かすってことが第一段階。それから自由に動かせるような、これ力を抜くってことですよね。はい。これが第二段階。で、あとは動作の中でこう自然と使われる、これ揺れるってことなんですけど、それが第三段階になってきます。で、これをね、ぜひ皆さんに獲得していただきたくて、いろんな手を使ってね。はい。僕の曲がりなりにもこれができるわけですよ。で、こう曲がりなりにもっていうのは、うまいか下手かって問題、ちょっとまたこの先に出てくるんですね。やっぱりこうもっとうまく使える方は、もっとナチュラルな体をしてるんですけども、やっぱりそれってこうね、僕みたいに初めから固めた人間でも、ある程度動かせるようになると、お腹もそんなに出っ張んなくなるし、ある程度筋肉も別に筋トレなんかしなくても、それなりの筋肉がね、こうつくようになってくるんですよね。これをぜひ皆さんに体験してほしくて、一生懸命ね、やっております。はい。分かったのか分かってないのか分かんないんですけども、はい。ね。はい。ね。いろいろこうね、コメントありがとうございます。はい。安定と固定の概念の説明。ああ、ありがとうございます。ね。この安定と固定っていうのがね、こう、少し、こう、なんとなく分かってくると、ね。そのために、じゃあどうやって動いたらいいかっていうのが、こう、今までのね、考え方の違いが少し理解できるかと思います。はい。これは山口さんですね。バイクに乗るとき、うまく運転できるかどうか。筋肉の状態と体幹が一番影響するね。ほら、バイクの場合は、僕じゃバイク乗れないんですよ。バイク怖いんですよね。ちょっとトラウマもありましてね。はい。バイクの場合はね、今度はマシンとこう一体化しなきゃいけないじゃないですか。変に動いちゃっても多分ダメでしょうね。山村さんかっこいいですよね、バイク乗ってね。はい。で、そういう方は多分感覚的にまたそういったバイクの中での体幹の使い方っていうのもあると思います。固める動きもあるんですよ。固める動きをすることによって、例えばバイクはね、こう塊ですから、この固まると一体化するってこともありますよね。で、それをコントロールするために、やっぱりしなやかに少し動くってことも多分必要になってくるかなと思います。はい。ね。インナー固まってそうということでね。はい。多くの人がインナーが固まっております。で、固まってるっていうのは、その、なんていうんですかね、こう固定的に固まってるっていうよりも、こう、動かさない癖がついてるってことが最初なんですよ。
その癖を外すのが難しくて、で、その癖が外れないでいると本当に固まってくるっていう感じになるかなと思います。で、固まってくるともちろんこうほぐすっていう方法も大事なんで、痛かったらほぐさなきゃいけないんですけど、やっぱほぐすよりはやっぱこう動かすね、練習をしていかないと、やっぱりこう塊は取れないってことになります。なので、ある程度の、ね、頭の理解、骨盤と肩甲骨、それから体幹っていうところをしっかり分けて考えて、特にこの肋骨、体幹と肩甲骨がしっかりと分離されて、で、しっかりと、こう、動けるようになること。これがすごい大事になってくるので、これちょっとね、ここを一生懸命説明しました。はい。骨盤と肩甲骨を、肋骨をちゃんと連動させると、背骨を中心として右とそれぞれ、天と地にベクトルになると思っています。難しいですね。左半身と右半身がそれぞれ、天と地のベクトルになる。はい。ね。そう、こう。右と左とかね、肋骨と骨盤とか、やっぱりそれぞれの体がちゃんと別々にちゃんと動いていく。で、それぞれの目的はちゃんとこう理解できるようになると、体は使えるようになるのかなというふうに思います。はい、というわけでね、はい、ありがとうございます。あ、田中幸子さんとかね、はい、加藤さんとかいろいろありがとうございます。ね、はい、これだ。これ田中さんですよ、これね。はい。背骨を右と左、それ天と地のベクトルになる。ね、あ、これ、わかりました。ね。こういう感じですね。こういう感じですね。そうなんですね。はい。これとこれが、右と左が分かれるって話ですよ。これね。はい。そういうね。そういう身体感覚。ね。これ、なかなかこの感覚を持ってる方少ないかもしれませんけども、そういう、こう、まあ、これ、田中さんだったら、フラのね、先生の、フラの動きの、まあ、究極のところの話だと思うんですけども、そういう、こう、ね、こう、一部のプロフェッショナルの方が、やっぱり体感できる動きっていうのも、ある程度、こう、外側からね、こう、動きを理解することっていうのも、まあ、近いところはできるかなと思います。で、それが近づけば近づくほど、やっぱそういう体になっていくっていうところを、ちょっとね、ご理解いただけるとありがたいかなというふうに思います。はい、今日もね、取り留めもなくマニアックな話をしてすいません。本当にね。はい。これね、難しいんですよ。体幹と肩甲骨がね、どうしても一緒くたになっちゃうんで、そこをね、こう一生懸命分ける活動をしてます。体幹と肩甲骨分離委員会委員長ね、内山でございました。というわけでね、はい。ね、固めない、ね、動かす。だけど、こうね、微妙に動く。いろんなね、それぞれのパーツの役割がありますので、それぞれの役割をしっかり引き出していただいて、理想の体を手に入れていただければと思います。で、今日はね、そうそうたる皆様のご意見ありがとうございました。ね。私ね、一生懸命ね、地道にやってますので、ぜひ皆さんまた応援していただければと思います。はい。で、月曜日ですね、月曜日なんですけども、今度ね、私の、お友達シリーズですね、今度、集客の仕事をされる安藤集客研究所の所長の安藤さんとね、集客ライブという、これ、商売の話ね、ありますね。お客さん集めるのがいかに大変か、私、身に染みて感じておりますね。ただ、いいだけでは、集まらないね。どんなことをしたらお客さんが集まってね、いろんなことをね、伝わるのかってことを私も勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。月曜日の8時から。それからね、日曜日なんですけどね。まあ、皆さんね、ちょっとお知らせしますけども、裸足のね、裸足で、また富士山登ったらしいです、裸足で。ね、レースじゃなくても登るんだ、みたいなね。そういったマンさんっていうのは、サンダルを開発したマンさんっていう方がね、なんと小田原にやってくるということでね、アーカイブの方ちょっと間に合わないかもしれないですけど、日曜日の、11時半からですね、午後1時半から。はい。まだ間に合いますので、ぜひね、ピンと来た方はね、裸足サンダルをね、作るのと、裸足の講習会やりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい。というわけでね、この辺でお別れしていきたいと思います。今日もたくさんご視聴ありがとうございました。ね、体感をね、しっかり体感していただければと思います。はい。どうもありがとうございました。さよなら。